んた甘味を作るんがうまいんやな。祭りの屋台で出したら絶対いっちゃ人気出ると思うで。ん？なんや、お腹でフライムがはしゃいどるみたいやな。さすがにそれはないと思うんやけど。思ったより辛いな。俺にはちょっと無理かもしれない。この甘味なんてたまらないんだ。すみません、この料理はあまり食べられそうにありません。美味しい料理はいつも幸せな気分にしてくれます。ただ残念なことに食事の制限があるためこれ以上は食べられませんが。おや、少し油が多いようですね。私は本当に幸せ者ですね。もう、私は道端の野良猫じゃにゃいんだからね。おいしい。その、ただ聞いてみるだけだけど、また作ってくれる？別に不満を言うわけではありませんが、その、あまりお腹が膨れませんでした。満足しました。あなたと知り合えたのも悪くないことですね。